おいおい、ちょっと待って、俺の前でアザラシ自慢やめてもらっていいっすか。お、あ、これでかいぞ、これでかい影だ。ゲーム仮面チャンネル、さあアップデート来ましたね。宇宙戦争が起こるんじゃないかなって心配してたんですが、宇宙人に対する誤解が解けてよかったです。ありがとう、おかげさまで迷子の宇宙人も無事に帰れたみたいだ。秘密エージェントとして私たちと一緒に活動してくれてありがとう。残念ですが記憶は消去させていただきます。いや、記憶消去されんのかよ。じゃあな、これからも幸せいっぱいのカヤとなることを願ってるよ。あ、記憶消された、今完全に記憶消されたじゃん。はい、というわけでアップデート来ましたね。なんと新しいハンマー釣り竿パッケージっていうのが発売されました。これ1480円、高くね。はい、他にもいろいろねアイテムがね出てきてるんですけど、なんか画面変わったね。こんなオレンジの背景じゃなかったよね。あ、佐藤陽子さんが来たみたい。佐藤陽子さんはね、元特急カジ音量さんですね。うわ、こんにちは。あ、何、なんか持ってる。え、待って、なんかサメみたいの持ってるんですけど。え、ゴールドコンプって、え、マジで、え、もしかして今新しくゴールドで手に入るアイテム全部コンプ？コンプリートしたってこと？全部集めたってこと？早くね？え、知らない人がくれただって。いや、もう可愛い人は違うな、本当に。え、ちょっと待って、佐藤陽子さんすごいんだけど。え、ゴールドで手に入るやつこれ全部もらっちゃったのね。これリュックもそうでしょ？早くね？いや、悔しいけれども今回ちょっとハンマー釣り竿俺も手に入れちゃおうかな。これ1480円ちょっと高いけどね。はい、ということで買っちゃいました。いや、もうほんと1480円って結構美味しいもん食べれるよ、本当に。一番高い釣り竿じゃない、今までで。え、魔法の釣り竿もさ、魔法の杖の釣り竿ももっとさ安かった気がする。ということで、VVIP アイテムということでね、ハンマー釣り竿ゲットしちゃいましたよ。これでどれだけ釣れるのか試していきましょう。はい、ということで灯台に来たんですけど、すごいよこれ、見て見て、これ投げるとき見て、すごい、もう放り投げんのよこのハンマーを。このね、ハンマー釣り竿って、これ分かんない人もいるかもしれないけど、マーベルのマイティーソーっていうねキャラクターが持ってるハンマーとめちゃくちゃ似てるんですよ。稲妻も出るしね。お、あ、これでかいぞ、これでかい影だ。よし、これハンマー釣り竿でね、めちゃでかいの釣りたいのよ。さあ、どれだけ釣れるかな。これね、釣れるときにね雷みたいの走んのよ。お、来た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 、おお。あ、なんだ、クロマグロかよ、持ってるよこんなんいっぱい。いや、どうせなら白ナガスとか釣りたいんだけどね。これもそんな大きくはないしな。マカジキか、これも持ってるな。持ってるやつが多いけど、まあ大物は釣れるね。はい、これは何かな。お、またマカジキかよ、おい。さあ、これも結構でかいんじゃないかな。結構ツンツンしてる感じはあるけど、なんだ、あ、ホウジロザメか。これも持ってるんだよね。うわ、なんかすげえかっこいいボートで、これもしかして、こんにちはって、え、先神さん、先神チャンネルさんだ。うわー、嬉しいね、 YouTuber 仲間に会えるなんて。でも先神チャンネルさん、いつも配信お疲れ様です。いや、もうマジでね、すごい、なかなか長時間頑張ってるんだよ配信を。あれすごくて、ただダラダラ話してるだけですって。あれ、あんな何時間もさ喋ってる配信、俺ほんと尊敬する。はい、ということでたくさん釣りしたんですけれども、これね、大物たくさん釣れたんですけど、ホウジロザメとか、あのね、糸はね一回も切れてないです。これ切れるのかな、糸は。いや、もう確かにこれね、続けていけばさらにあのクジラとか大きいやつ釣れると思うんで、頑張っていきたいと思います。はい、この動画でね、みんなの最近あったことを、コメントで募集しています。面白かったものを紹介させていただきます。以上、ゲーム仮面でした。